平野仕様、上張りの滝沢秀明と合流ある不透明な今後と戦略。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日、キンプリコとキングプリンスコーオップ脱退し、ジャニーズ事務所も退場した平野仕様と神宮寺優太 二人の今後の動向は正式には公表されていないが、様々な憶測報道が出ている。中でも大きな話題を集めたのが、6月18日に、週刊女性プライムによって伝えられた記事だった。滝沢氏が設立した芸能事務所、と辺、二平屋と神流寺の合流が決定し、7月に正式発表されるというもの。滝沢氏との合流は以前から噂されていたが、 大々的に報じられ、ヤフートピックスにも掲載されたことで、ファンを中心に規制事実のようになっている。記事では二人が個人事務所を設立し、とベとエージェント契約を結ぶという話でした。エージェント契約は、近年、吉本工業と加藤工事や近藤春菜、有金らが結んでおり、メジャーになったもの。事務所が仕事を取ってきて、 タレント側がマネージメントを行い、ギャラを取り決めた割合で分け合う仕組みです。ジャニーズ事務所でも、男と国民の岡本健一はエージェント契約ですね。ただ、設立したばかりで、まだ何の実績もない戸辺とエージェント契約を結ぶというのが不可解。平野は世界を目指しているとのことですが、滝沢氏自身も、米国を舞台にした世界進出は成し遂げていないですからね。 マスコミや芸能関係者は、平野たちの動向を伺っているところです。スポーツ上記者。これまで、舞台を中心に高いプロデュース能力を見せてきた滝沢氏。世界デビューしたトラビスジャパンを育てた経歴はあるが、平野と神宮寺が願っている世界への挑戦をサポートし、叶えさせられるのかには疑問も残る。そんな中、平野については、今回のエージェント契約も、 大型の CM 契約を進めるための戦略だと噂されている。平野が出演していた CM は無非シリンズなどは打ち切りとなりましたが、外資系の P&G、ボシュロムジャパンは退場後も工遇が続いている。ボシュロムはテレビ CM が放送終了しましたが、ショップなどに配布されている平野のポスターは夏頃までしばらくは掲示が OK になっている。さらに、 P&G も今年6月いっぱいは CM や公式 YouTube チャンネルでの動画配信を続けるようです。この2社については今後、戸部を窓口にして平野と再契約するという話もある。外資系なのでジャニーズ事務所の圧力をものともしませんし、人気が高い平野を継続して起用したいという声が出ているようです。民放関係者。 特に、平野のファンによるツイッターを中心とした SNS での後押しも、P&G とボシュロムジャパンの2社には届いているようだ。一部の平野ファンは CM 契約を打ち切った企業に対して、マイナスイメージを与えるような書き込みを SNS で行っている。そういった動きも2社は見ていて、今後も契約した方が無難だと判断する予定のようです。 そもそも、二社ともに平野を起用してから売り上げが好調だという声もあり、さらに今後も継続すれば注目度は上がる。平野ファンの粘り勝ちといったところになりそう、週刊式者。この二社との CM をエージェント契約で勝ち取れば、平野はこれまで以上の年収を手に入れる可能性もあるという。 世界的に有名な2社が CM 起用すれば、その勢いに乗りたい企業も平野にオファーする可能性がある。CM 契約ですから、莫大な契約金になりますし、平野はギャラのかなりの取り分を受け取れるでしょう。ジャニーズ時代の給料以上に稼ぐこともできそうです。同情。ジャニーズ事務所を辞めた後も、何かと話題の中心にいる平野。 外資系の CM 以外にも、平野が目指す世界展開に近い活動の噂が出始めた。ジャニーズ事務所への依存度が少ないネトフリックスが、平野さんに興味を示しているという話です。ネトフリックスは、トベとの協業を検討しているという情報もあり、今回のエージェント契約が実現すればコラボの可能性もある。 例えば平野さんのドキュメンタリーならば、熱心なファン以外でも興味があるでしょうし、民放テレビ局では制作できないので、ネットフリックスも大きな話題を獲得できます。民放関係者、ジャニーズ事務所を退社してから沈黙を守り続けている平野は、腰淡々と世界進出への足がかりを作ろうとしているようだ。